今ですね、イタリア・ローマからフランスのリヨンという町に移動してきました。今水曜日なんですけど、大会の開始が、人が来るのが明日からみたいで、ホテルに入って明日の2時以降から PCR の検査を受けて、そこから、まあ、隔離を受けて、ワクチン打ってる人は隔離ないんですけど、まあ、練習が、金曜日からという流れです。まあ大会は始まってないんですけど、まあ、1日観光できるっていうことで、ちょっと早めに入りました。フリーで自由に行動ができます。まあ、珍しいですね、久々にこういう時間がありますね。まあ、リヨンの街も来たことがないので楽しみですね。街としてはすごい、古い街みたいですけども、いろいろ観光する場所がたくさんあるみたいなので楽しみです。リヨンは結構田舎っぽいですね。今ホテル着いて、これから夕飯でレストラン向かってるんですけど、マジなんもないわ。超絶田舎。でもなんか全部やっぱね、調べたけどロックダウンしてるんじゃないかっていうぐらいほとんど休業してる。ロックダウンしてるんかな、リヨン。分からん。そんなことはないと思う。昨日外に出て、まあ、ほとんどレストランが開いてなかったので帰ったんですけど、また午前中今外に来ております。そしてここノートルダム大聖堂にやってきました。ちょっと行くか。ノートルダムに行こう。ノートルダムに行こう。とりあえず雨降っていたと思ってたら、ちょっとお前も傘持って。無理無理、うん、それは無理。これ持ったら俺もう左腕折れる。無理。はい。あ、逆に杖にして歩こう。チケットとかいらんっぽいから。え、そうなん、うん、無料なん、うん、神やん。行こう行こう。一礼。ちょっと小籔さんやん。すげえな、ここ立派やな。おー、何あれあれ、とりあえずエッフェル塔でいい。そうな、いっぱいやな、すげえな。さあ、つい5分前まで雨降っておりましたが、晴れましたね、完全に。すげえな、このノートルダムが何かは全く理解してないけど、ものすごくジブリを感じる。いいね。撮れた。俺は思った。中はね、入れなかった、入ったんですけど、神父様がお話を説いておられましたが、全くフランス語なので理解できませんでした。いや、今言ってた。今言ってた。なんて言ってた？うぼうぼうぼうって言ってた。え、それ結構今やばいで。今結構やばいで。ほんまに。どうやばい？ほんまにもう今、信者様から怒られるで。マジか。うん。めちゃくちゃ綺麗やんけど。でも俺は驚かんねん。これぐらいな、言うてさ、人生でいっぱい見たよ、こんなん。こんなんもう東京タワーとかいっぱい見たで。ほんまに。もっと高いとこは見てるもん。な、驚くわけないよな。驚くわけがないやん。ほんとに。こんなんで驚くわけがない。綺麗。昔の古い街が綺麗ですね。すごい綺麗。いい景色。今旧市街に向かってるんですけど、もう道なき道進んでる今。どこに通じてるのかマジでわからん。あと行けそうじゃん。そこに繋がってそう。あ、だいぶショートカットしたんじゃん。すごい。おお、すげえな、この階段。降りれてよかったな。いいやん。いい雰囲気。これもうジブリやな、完全に。今ジブリの道通ってます。知らんけど。知らんけどジブリの道通ってる。